今日はですね、くだら寺というところに来ております。くだら寺、ここにね、手前に見えるのが東塔で西塔ということなんですけども、逆か、こっちが東塔でこっちが西塔かね。この感じで見るとね、こういうことなんですよね。まあこれアクリル板にあるだけで、まあ、実際何もないんですよね今で。そっちの方の礎石はね、最近になってまあレプリカとして作られたもので、こっちはまあもともとあったものをね、ちょっと公園のように改造していると、そういうことでございます。百済の一族がですね、まあ百済という国が滅亡しまして、日本に逃げてくるわけでございます。百済とあと高句麗の一族も逃げてきているとか、まあそこから出てきた話として、円外祖文が実は後の天武天皇なのではないかという説もあったり、まあかなりねこの国に同化していったわけですね。今ワンピースでね、あのルナーリア族っていうのが歴史の彼方に消えたとか、そういう話がありますけど、意外と現実世界でも歴史の彼方に消えてしまった一族っていうのはいるわけですね。この辺りにその百済王っていう名字をもらってね、どうやら東北の方で金を採掘しまして、でその金を聖武天皇に献上、それが大仏殿建立に使われたとか、のどかなね今日は日でございます。小春日和というのはこういう日のこと言います。小春日和は秋のことですよ、春ではございません。今ねここにはね、その名残として百済神社というのが使われた七五三をやってますね。なんかのどかな一日でございます。ここにね、出汁なんかもあってね、見てください、結構立派なね、江戸時代なんかね、これはね、お祭りの時はね練り歩いていたということなんですがね、しばらく打ち捨てられていたようでございます。そのもしかしたら日朝の関係とかそういうこともあったのかもしれませんね。だからどこかに今もこのね町の人のルーツとしてそういう血が流れているとかって面白いですよね。皇室の一族にもね、やはりその朝鮮系の人たち、朝鮮の王族の血が入っているというね、まあこれはもう事実ですからね。それは今上天の今の上皇がね、昔スピーチで言っていたこともあったりしますか。だからね、やたらよく在日在日って言ってますけど、日本人っていうものの概念っていうのは何なんだろうなっていう。なんかね、歴史をね、ちゃんと勉強していったらね、変な差別意識とかは生まれません。無知がね、差別を生むんです。そういうことでございますね。まあね、ここでなんか、だからクズハの方も実はね、王宮が置かれたこともあったりね、この枚方クズハのあたりというのはね、実はなかなか歴史の深い場所なんだぞと、そういうことをね、かみしめながら歩いてもらえればなと思います。なんかね、紅葉がすごく綺麗でございますよ。今日はね、またちょっとこの辺をフラフラした後、次の目的地に向かいたいと思います。それでは皆さん、また後ほど、ジベリー。